子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんにちは。今日は私が靴磨きで使用している道具の紹介をしていきたいと思います。工程に準じて紹介していきたいと思います。まずは馬毛のブラシですね。毛足が長くて、腰の柔らかいブラシ、これでホコリを十分に落としてから作業を行います。サフィール、非常に使いやすいですね。ここがこうくぼんでまして、クッと入ります。はい、馬毛ブラシと、その次に古いワックス、クリームなんかを落とすときに私が使用しているのはリグロインです。スピーディーなんですよね。もうすぐ落ちてくれるんで大変重宝しています。その時に使っているのがこのコットンパフ、こういうものに適量を取りまして拭き取るという感じです。これは100均で売ってる薄手のものを使ってます。その次に使うのが、使う時もあるけど、大体使うかな、サフィールのデリケートクリーム、ナッパってやつですね。これ皮の浸透も非常に早く使いやすいですね。モイスチャージェルみたいな感じですかね。これで水分と油分を補います。栄養ですね。皮への栄養です。でこれを塗って乾きましたら、これもサフィールのクレモ1925、これはカラーはコニャックですね。ナンバー10コニャック、コニャックと これはエルメスレッドナンバー12番、これがブラックナンバー1ブラック、それとニュートラルナンバー2番ニュートラル。黒はですね、色調合するために買いました。というのも私黒い靴は持ってなくて、大体茶色なんですけども、赤系か、こういう茶系なんですけども、これ調合して合わせるんですよね、自分の持ってる靴に対して。割と薄めの茶色と、ここをこう混ぜて自分で色つくんですよ。そのために黒一応買ってる感じです。あと赤系の茶色の場合は、これそのままエルメスレッド使いますけど、あとあまり色変えたくない時はニュートラル、ブーツの上の方だとかパンツに着色するような場所はニュートラル使ってます。でクリームを塗ってからブラシかけますね。そのブラシは2種類用意してます。黒系のものと、この茶系のもの、茶系とかニュートラルで使う感じ、色の濃さによってブラシも使い分けてる感じですね。これは親父の下駄箱にあったやつ拝借してきました。そうだ、あとこれサフィールのクリームを塗布するときに使うブラシなんですが、前は使ってたんですけども、最近は指で塗ってます。そのままその方が皮に浸透していく感じが感覚的につかめるんですよね。でもうちょっと足そうかなとか分かりやすいってことで最近は指で塗布しています。でそっからさらにハイシャインする場合のワックス、私はキビパレードグロス、これ使ってます。乾燥して少しひび入ってますが、その方がちょっと硬くなって使いやすいですね。あまり柔らかいと固まるまで時間かかりますんで、これ蓋開けたまま1週間ぐらい放置して
揮発させました、溶剤を。そうすることによって少し固めになって仕上がりが早くなる。それなんかで見て、そういう風にしたら調子良かったですね。はい、これがワックスです。でこのワックスを何回かこうベース作りで何回か塗布して、まあ水使う前なんですけど、割と厚めに塗ったものを慣らすときに、このヤギ毛のブラシ使ってます。すごい柔らかいブラシです。何層にも塗り重ねたワックスをこれでこう、まあ指の跡ついてますから、それを慣らす感じですね。その時に使ってます。その時ぐらいしか使ってませんけど、これはもともとあの水ワックスを水研ぎする時にとこれに水つけてね、ちょんちょんってつけてこれで水研ぎしようかなと思ったんですけど、やってみたらあまり光らなかったんで、今はそういう役目に変更になりました。ワックス伸ばし用ヤギ毛ブラシ。あとその時に使う、水つけて、まあ、ワックスのマグ固めていくんですが、その時はこういうものを使ってこれでちょんちょんってやると、ここから出てきちゃってますが、本当はここから出てくるんですよね。どうした。ワックスの膜を固める時に使っている、まあ、道具です。水こう出てくるんですよ、ここ押すと。はい、あの皿とか用意するよりもこっちの方が便利だと思います。すると表面磨きの時に使うネル生地、はい、これ Amazon で買ったんですが、間違って大量に買っちゃったんですよね。長さでメーターで、まあ、確か頼んだと思ったんですが、こんな大きいのできちゃったんですよね。細いのが何メートルか来るのかと思ったら、これ幅すごいですよ。これ何回折れるのか、一生分ですよ、おそらく。まあ、びっくりでした。まあ、寝る生地、あと使い古した寝る生地、まあ、クリームの拭き取りなんかで使ってます。あとこういったもの、これはコバインクですね。ブートブラック、ブラックとライトブラウンを用意してます。まあ、この2つがあれば、まあ、全部対応できますね。これニベアの缶に入ってるんですが、これはコード版用のクリームです。ローが多めなんですか ね。何に使ってるかというと、靴に使ってるわけじゃないんですが、仕事で使うこのカバンに使ってます。割とこう雨弾いてくれるんですよね。まあ、ちょっと量少なくなっちゃったんで容器変えただけです。あとはこれは水牛の角の棒ですね。例えば雨の跡がついてこうポツポツってこう浮き上がる時があるんですよ。それはこれで潰してます。キュッこう回しながら、そうすると引っ込んでくれますんで時々使用してますね。あとはヤスリ、まあ、コバのなんていうのかな、古いコバインキを落とすときに使用してます。これで一旦慣らしてから600番、これ使ってます。以前は1000番とかも使ってみたんですが、なかなか落ちるのが遅かったんで600番にしてます、今は。あとは画鋲、ウィングチップの飾り穴に入り込みすぎたときはこれを使ってこうくるってって取ってます。はい、アルコール染料、革用のアルコール染料ですね。ローパススピラン、これパティーヌするときに、まあパティーヌアンティーク加工とかちょっと汚しに使ってるものです。あとは、まあちょっと予備で用意してる靴ひも。これが全ての道具ですね。私が使ってる全ての道具。まあちょこちょこ必要なものから集めてって、今はこれで十分足りてる状態です。まあ、夜にジャズかけて、まあモルト飲みながら、まあ好きな靴磨くっていうのも結構楽しい遊びになりますから、
皆さんもよかったら参考にしてみてください。というわけで今日は私の靴磨きの道具の紹介でした。それではまた後ほど。さようなら。